はい、どうもおじさんです。おはようございます。ご無沙汰しております全然してないかはい、ということで、本日はネブラスカにおりまして、東の方向へ向かっております。はい、師走2024年も迫っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は、変わりなく元気にしております。はい、おじさんは元気にしております。はい、ということで、今日のこのビデオはですね、おじさんからの大発表全然大発表じゃないんですけれども、最近ちょっと疲れてるって話、最近ちょっと疲れてるんで、ちょっと YouTube のやり方を変えようと思って、いつもごひいきにしていただいてるももさんとかぶまわりさん含め、そちらの皆様へご挨拶、年末を締めくくるご挨拶を含めて、ビデオを撮影しております。お世話になりましたお世話になりました。いなくはならないです、おじさんいなくはならないですけど、本年もお世話になりましたっていうね、年賀状、ビデオ年賀状、本年も大変お世話になりましたみたいな、そういうビデオです。いや、ほんとね、いろいろ世の中見渡してると疲れますよそういう話、疲れるって話、うざいって話、うるさいって話なんですよ。どうですか皆さん、そういうのないですか。生きててうざいっていうことに遭遇することはないでしょうか。僕はあります。毎日じゃないけど2日に1回ぐらいある毎日じゃないけど2日に1回ぐらいうざいみたいな、そういうことがあって、もうやめようと思ってます、今のところね。やめるというか、まあどうするかはまだ決めてないですけど、この先と当面大変恐れ入りますが、そういうこういうね、こういう設定にさせてもらいますって話ね、もう気づいてると思うんですけど、こういう設定で行かせてもらいますっていう。でなんでそういう風になったかに関して、お得意様へご説明させておいていただこうかなと、常連様へと思っております。なんか僕がアマチュア無線をやめた理由と一緒なんですけど、なんかアマチュア無線で僕ずっと日本にいる頃は、その、まあ、中学生ぐらいの頃とかなんですけど、まあ、あの電話級っていうやつからスタートしてやってて、要はそのマイクで話すみたいな、マイクでを握って CQCQ 話すっていう、それ系やってたんですよ。で、まあ、友達できたりとか更新したりとかして、まあいろいろ楽しんでたんですけど、まあやればやるほど変な人たちがいているってことに気づいて、でもうある時もうそういう変な人たちの会話を聞いてるだけでもう疲れるみたいな、もう関わりたくもないみたいなっていう気持ちになって、もうアマチュア無線やめたんですよ。多分ね、僕と同じような感覚というかね、持ってる人いると思う。なんかもういいみたいな、もうこんな人がいるとこにはいたくないみたいなそれどういうことかというと、まあ、アマチュア無線やったことある人ならご存知だと思いますけど、あれってそのなんていうの、アマチュア無線って科学を、まあ、楽しむっていうのがベースじゃないですか、なんですよ。だからなんか業務用に使っちゃダメだとかまあそういう法律的なあれもあるし、あとはその法律じゃないけど、まあルールマナーみたいのもあって、なんかアマチュア無線連盟みたいのがね決めてるじゃないですか。まあもしかしたら法律なのかもしれないけど、まあ僕の感覚では法律っていうよりも、まあ紳士協定みたいなことじゃないかなと思ってたんですけど、当時ね、中学生ぐらいの時、
要はそれは何かというと、周波数アマチュア無線いろいろあるんですけど、2メーターでしたっけ、144メガヘルツ帯とか430とかねあるんですけども、その周波数の帯域が限られてるから、この周波数からこの周波数まではその話ボイスコミュニケーションに使いましょう、ここからここは CW に使いましょう、ここからここはファックス通信そんなのだったかなちょっとわからないけどデータここからここはテスト用でなんかアナログビデオ送信チャンネル、ここからここはリピーター、ここからここは衛星用とかなんかこうやってルールみたいなのがあるんですよ。じゃないともう混乱する、混乱して使えなくなっちゃう、なんかモールスしようとしてんのになんかそこでその声で話し始めるとかぶってくるみたいなね、でモールスもまともにできなくなるみたいな、そういうことがあるんで、その電波のことを分かっている人たちが、まあ、こういうふうなルールでやると、まあ、電波を有効活用できるからそうしましょうとかって決めて、まあ、そうやってやってるんですよ、まあね、今も多分そうだと思うんですけどね、パケット通信はここですよとかでボイスで話す場合には確か、まあ、最近もうずっと何十年もやってないから はっきり覚えてないですけど、まずはボイスで話すチャンネル周波数行って、なんかここの周波数どなたかお使いですか、これから使おうと思うんですけどどなたかお使いじゃないですか、更新してませんかみたいなって聞いてこう待つみたいなね。で誰もその言ってこなかったら、あ使えそうだ今この時間帯っていうかこの瞬間誰も使ってないからここを使わせてもらおうみたいな。でそれをやってから確かなんか呼び出しチャンネルみたいな、呼び出し周波数みたいなのがあるんで、そこで CQ かけてなんかどなたか僕とお話ししたい方いませんかみたいなでどこどこあで呼び出してコールサインに交換みたいなして、あじゃ あの周波数こちらの方でお願いしますとかって言って、それからその呼び出しチャンネルは呼び出し専門なんで戻ってその空いてたチャンネル行って話すみたいなね。でそういう感じなんですよ。でまあで無線機リグ何使ってんですかとか、アンテナどこですかどこの使ってんですかとかね、なんかどちらですかとか聞いて、まあ、そうやって科学を楽しむみたいな、それが基本なんですよアマチュア無線のね。だけど長くやればやるほど分かるんですけど、業務無線化してたりとか、あとはなんか電波の占有みたいなしてる人たちがいて、まあわけわかんない人たち、要するになんか CQ する前にそうやって呼び出ししようとかするとなんか俺たちは朝からいるんだからみたいな、ダメだよお前使っちゃダメだみたいな、そういうわけわかんない人いたりするんですよ必ずなんだろうみたいな、みたいな。でずっとくっちゃべってるんですよ。で別にいいんだけど、まあアマチュア無線くっちゃべるのが何、まあ、そうやってくっちゃべるのは別にそれ自体は悪くないからだけど多分そのもう違法無線俗に言うなんかもう免許も多分ないような感じ、まあ、もしかしたらあるのかもしれないですけどね、あるかもしれないけどもどうでもいいやと思ってやってるのかもしれないけど、でもまあそういうアマチュア無線の紳士的なルールから逸脱した使い方、朝からみんないるんだからみたいな、ここは俺たちの周波数だみたいな、そういう人たちがいたりとか、まあそういう変な人がいても、まあ他のとこ行けば大抵は空いてるから、まあ2メガヘルツぐらいちょっと周波数とかずらして探せば相手はいるんですよ基本。まあ北海道だったからかもしれないですけどね、その関東ほどは混んでないみたいな。でも言いたいポイントはそういう変な人がいること自体がもう嫌になってくるみたいな、なんかあー何なんだろうこの人たちみたいな、そういうことはよくあるんすよ、あった。でその僕はその時も中学生ぐらいだったんですよ、相手は多分大人だったと思う多分ね、うん、でなんかくっちゃべったりとか業務用に使ってたりとか、あと喧嘩してたりとかね、僕は直接的に関わったことはないけどなんか喧嘩したかしてるんですよ無線上でね、なんか
僕はそうやって言われたらなんだろうと思って他の周波数とかさっといなくなってたけど、なんか人によってはなんかここは俺たちの周波数だ、どけ邪魔邪魔邪魔みたいなようなこと言われたらうるせえみたいな、そんなことできないんだぞオラみたいな人たちがいて喧嘩してるみたいなで無線上でね、なんかちょお前今から行くから首洗って待ってやろオラみたいな、それ系なんか本人がいなかったら気がでかいみたいな、なんかでお前どこにか分かってんだから東の方だろうとか東の方だろとか喧嘩してて聞いたりとかして、なんだろうこの人たちみたいな、なんか初めて聞いた時はちょっと笑っちゃった、ええみたいな、わかんないでしょみたいな、なんか郵政省の電波探知機でも持ってヤギアンテナでも持ってずーっと探してないと、そんなも大体モービル運用してるんですよ多分、車かなんかからね、車かトラックかわかんないけどモービル運用、なんかそんな走りながらどっちからなんてそんなわかんないのに、なんかそうやって言ったりとかして、その本気でなんか話してるんですよね、なんか行くから待ってろ来い来いみたいなそれを第三者の僕が中学生の時に聞いて、はぁと思ったんですよ、なんか大人になってもこんなもんなのかなみたいな、でまあそういうふうにも思ったし、あ世の中って嫌だなと思ったんですよ、それはもう30年以上前、中学生の時だからね、だって中学生って12歳13歳でしょ、40年以上前ですよ、40年以上前にもう人間っていうのはそういうもんだっていうのは悟りました私、でまあなんか友達とのそういう会話とか科学を楽しむのも多少やってたけど、あとはパケット通信ね、パケット通信もちょっとやってたけど、メッセージボードとか作って運用とかもしてたけど、まあ電話で話すのはそのなんかそういう変な人たちもうどんどん増えてきて、なんかやる気がなくなるみたいな、やる気が失せるみたいな、でそういう経験をしました。僕はどうですか、そういう経験された方いるんじゃないかなと思うんですけど、なんだろうみたいなね、そういうことやりたいならパーソナル無線買えばいいじゃんみたいな、とかみたいな、アマチュアやんないでくださいみたいな、汚れるアマチュア無線が汚れますみたいなと僕は思ってました。アマチュア無線を汚す人たちが多くて困るなみたいな。で、まあ、まあ僕もそれでどんどん時間経て中学高校とかになってきて、まあなんかまあ興味がなくなってきたっていうのもあるんですけど、まあそういう変な経験、嫌な経験も原因の一つにありますよね。なんか興味なくなってくる。で、やめましたって話ね。やんなくなっちゃったんですよ結果的にね。でまあその時思ったのが、世の中って変な人たちいるなみたいなっていうのを思ったってこと、中学にして悟ったってことね、大人になったからそういう感情をコントロールしたり言うこと、馬鹿げたことを言わなくなるんじゃなくて、大人だから言うんだろうなみたいな、大人こそ言うみたいな、だから大人に失望しました中学生の時点、中学生の時に大人に失望しちゃった話、いやでまあそういう経験を経て、それから無線でなんかそういう変な会話を聞いて嫌な思いをするのは嫌だからやめて、もう聞くこと自体が嫌だみたいな、自分には影響ないんですよ実際、僕に言ってるわけじゃないんですよ。だけどそういう人たちが無線を怪我してること自体がもう嫌だったんですよ。もう嫌だ、もう嫌だ、聞かない、スイッチオフみたいな。で、いましたと。でそれから時間が進んで2023年、今なんか急に進んですけど進みすぎ、なんかネットとかやってても、ネットとかやってる時にやっぱりそのコメントとかする人たち見てると、その無線やってた時のことを思い出すんですよ。
なんか結局その見えなきゃ何でも言うみたいな、めちゃくちゃなことみたいな人が、まあ僕の経験、僕は YouTube やってそういう経験を再開したんですけど、無線の次にね、だいたい僕の経験からいくと2、3%そのぐらいの人がいます。まあ僕の場合はってことだから、まあ他のところだともっとっていう可能性もあるかもしれないんですけど、まああとはもちろんそういうのを楽しむっていうので、わざとそうやってね、なんていうの、わーってやってる、故意にやってる人たちもいると思うから、それはそれでいいんですけど、別にエンターテインメントとしてね。ただ僕はこのチャンネルは僕のそのトラックの生活、僕の個人的な話をただ流してるってだけなんで、別にその、なんていうんですかね、ああだこうだ言われたくないっていう そういうことなんですよ、要するに。やめてくださいみたいな。だけどやっぱりやめられないんでしょうねみたいな。だから本当、シビリアにそういう機能を与えると、もうキリないっすよ。だからその関わりたくないって話、そういうことです 要するに見たくもないっていう、そういうふうに、まあ、昔からずっと思ってたんですけど、まあ気にしないようにしようかなとも思ってたけど、やっぱ気になるんですよ、やっぱ。そういう世の中のそういう低能な人たちを見てると しかも無線の時と違って、個人的攻撃でしょ。なんかね、あなたはどうだとか、こうしなさい、ああしなさいとか、僕に言ってるでしょ。っていうか、うるさいですみたいな、聞いてませんみたいな、失礼ですみたいな、そういう話なんですよ。あなたの意見は聞いてませんみたいな だけど言わなきゃ気が済まないんでしょうね。だから僕は言いたいポイントは、シビリアンに、そう、一般人にこういう機能を与えると、そういうことをやり始めるっていうね。だけど僕は僕の武器があります。もう無視するっていうね 見ない 見ないオプションがあります。僕は言いたいこと言わせてもらいます。でもあなたは僕に言えませんよみたいな、もう一切みたいな、そういうふうにさせてもらいます。ここからしばらくね。そういう感じ、そういう感じです。いるんすよ、変な人が。なんか友達とも前ちょっと話したことあるんですけど、まあこれ僕はビデオアップしてるから、僕のビデオに対して、ああだこうだ、トラック野郎うざいみたいな、あなたの方がうざいですみたいな 感じなんだけど 見なきゃいいじゃんみたいな。僕なんかビデオ YouTube とか見てても、いや自分が気に入らないのとかあっても別に何も感じないですけどね。なんか書いてやろうなんて気一切起きないし、したこともない、一切。だから多分アマチュア無線の経験もあるからっていうところだと思うんですけど、そんなビデオの中の人に向かって、ああだこうだ言ってもしゃあないじゃんみたいな文句、そう思うんですよ、はっきり言って。だから思うっていうか、なんていうの、その格好なんても思ったことないし、だからそういう人見てると、なんだろうなと思うんですよね。やることないんだろうな、暇人なんだろうなみたいなね。もっと世の中に役立つことすればいいのにみたいな。ビデオの中の人見て、なんか納得いかないとか、うだうだ書いてみたいな。だから、まあそういうことしたいんだったら、そういう政治チャンネルとか、そういう討論チャンネルとか行ってやってればいいのに。そういう討論チャンネルじゃないんで、ここご存知の通り、皆様ご存知の方はたくさんいると思うんですけど、僕のチャンネルは、僕は別にね、ただトラック野郎日記みたいなもんなんで、トラック野郎一人旅をただ記録を残してるだけなんで、そういうことです 僕を変えようとしないでくださいみたいな、そういう感じ。そういう感じなんですよ。だからそのもう見る気もうせたっていう、そういうことを一応お伝えしておきたいってね。見る気もうせましたみたいな。2024年新しい形態を進めていくのに、もう それを今から実施させていただこうかなと思ってます。で、まあちょっと話しとれましたけど、友達とね話してた時、要は僕がビデオアップしてるから、そうやって書く人、僕に個人的に僕に対するメッセージとして書いてくる人いるんですけど、そのコメント書いてっ
て、だからそのビデオの中の人に対してじゃなくて、ビデオ見て、具体的な例を挙げるんですけど、友達車系のこと好きで、車系のチャンネルに行って、なんか、なんだっけな、思い出した。なんかね、友達新車買ったんすよ。確か。その前の時、前の新車の時かな。まあ、とにかく忘れたけど、車かなんか買って、自分が所有して車ね、自分が乗ってる車があって、それに関して意見を書いたらしいんですよ。僕はこの車乗ってて、こんな風に思いますよ、みたいな。で、書いたらしいんですよ。ちょっとお待ちください。なんか、警察が止まってんで、車線避けます。もう出るんだよな、あそこな。大丈夫だな、車線空いてんな。リンカーンってとこにおりまして、ま、昔はね、なんかね、街中通っていかなきゃいけなかったんですよ、ここ狭いところね。だけど最近外回りに道ができて、昔からあんのかな 綺麗な道ができたんで、外回りから出てきます。もう近いですね、今日の目的地ね。話終わるかな、大事な話 大事な話 ネブラスカシティ、どうだったかな。逆から来ることはよくあるんですけど、こっち戻る、こっちから行くことはなかなかないんで、ひたすらまっすぐでよかったかな で、そうそう、で、友達が車のこと書いたらしいですよ。なんか、この車こう思いますみたいな。なんだったっけな、この話しましたっけね、あの話だったかな？冬に冷房を入れるとか、その話だったかな？ちょっとダブ、この話は過去にしたかもしれないんだけど、なんか、あ、この話はしましたよね、冷房の話ね。どうだったかな？まあ、ちょっともう一回します。ダブってるかもしれないけど、します、みたいな。なんか、北海道とか、その、で、冬でも冷房を入れることあるんですよ。要は、友達が言いたかったポイントは、冷房を入れるとその除湿効果が出るから、なんか北海道とか雪が降ると、雪が服とかについて、で、ほろって乗るんですけど、やっぱりそれが溶けて、蒸気に湯気になって、湿度が高まって、窓が曇ってきちゃってするんですよ。だから、その冬でも冷房のスイッチをオンにすることによって除湿効果があるから、除湿効果が働いて窓の曇りが抑えられる、あるいは取れてくるみたいな、あれが入れるんですよ。だからなんか、北海道はそういうことをするんですよ、みたいな。まあ北海道はっていうか、まあ濡れた時はそういうふうに僕入れますよ、みたいな。入れることあります、みたいな。で、その友達の論調としては、ちょっと待ってくださいね。大丈夫だな、これまっすぐだな、オッケー。友達の論調としては、入れなさいとかじゃなくて、いや、入れるとそういう効果があるんで、僕はそうしてますみたいな、僕はそうしてますっていう論調。だからそれでいいじゃないですか、ああ、なるほどね、みたいな。ね、あるいはその、なんだ、ああ、僕はそんなことしたことないけどな、そんなことする人もいるんだって、そう思えばいいじゃないですか、別に。なのに、なんかそれを書いたら、あなたおかしいんじゃないですか、みたいな 書かれたみたいな
それ系？なんか、あなた冬に冷房入れて頭おかしいんじゃないですかみたいなこと書かれたよみたいな。って聞いて、爆笑？爆笑しました。いるよね、そういう人みたいな。なんか、多分その人は、冷房っていうのは冷やすものだみたいな。冷やす、夏の暑い時に冷気を送る機能しかないみたいな、そういう機能だから、北海道の冬の寒い時に入れるなんて、なんか頭あなたおかしいんじゃないですかみたいな。で、要はそういう論調？そういうことなんですよ。で、僕と友達が笑ったのは、本当なんていうの、分かってない人ほどうるさいよねみたいな、それ系？何なんだろうみたいな。なんか多分、なんか僕たちは分かるんですよ。そういうわけわかんないこと言ってきた人が、なんでそういうこと言ってきたかは、多分、そういう除湿機能を使ったことがないから、冷気が出たら、冷気を出す機能しかないはずだからって思い込んでて、それで自分は絶対正しいみたいな。だからそれ以外のことしてきたらおかしいみたいな。って思ったんだろうね、みたいな。多分そういうことじゃないみたいな。って分かるんですよ。だけど言ってる本人はそういう感じ、もうすごいなんか怒ってる感じ、文章としては友達に対して、あなたおかしいんじゃないですかみたいな。 だから本当にそういう世の中分かってない人にそういうトゥール、自己主張するトゥールを与えると、そういうこと書き始めるから、多分本人はそれがまた社会の福利厚生に役立ってると思う。って書いてると思うんですよ。福利厚生に役立ってる。なんか寒い時に冷房入れるのは無駄だ。だからそれを僕が教えてあげるみたいな、世界に教えてあげるって、すごい高い志を持ってる方だと思うんですけど、それを書いた方はね。だから、なんつうんですかね。もう疲れちゃうみたいな、見てるだけで疲れる。で、まあ僕はそれは当事者じゃなくて聞いただけなんで、別に。そういう変な人いるよなみたいな、もう中学生の時から知ってますみたいな、中学生の頃からそういう世の中には困ったちゃんがいるってのは僕知ってるんで、別にどうでもいいんですけど、 どうでもいいんですけど 困ったちゃん だけど友達の立場に立てば嫌な気持ちになっただろうなと思って、友達はそう本人だからそうやって言われたみたいな。 そういう話で、ね、どうですか皆さん、そういう経験ないですか？なんかコメントとか書いたらトンチンカンなこと返ってくるみたいな、別にどうでもいいじゃんみたいなことなのに、なんか真剣に反論されるみたいな。なんか僕そういうの中学生の時から分かってるから、インターネット上で討論とか反論とかする気一切ないんですよ。ないっていうのは、相手が誰かも分かんないし、相手の脳細胞がどうなってるかも分かんないし、ねえ、相手が結局、ちょっと待ってくださいね、なんか、どうなってんだ。多分荷物積んでるか遅いんでしょう、坂道で。で、そうそう。相手がガキンチョかもしれないし、討論しても仕方がないじゃないですか、前提が分かんない相手と。ねえ、例えば大学に行ってて同級生と討論、弁論大会するとかなら、バックグラウンドも分かってるし、する意味もあるじゃないですか。だけど、インターネット上でそういう討論しても何の意味もない？何の意味もない ことがあるって話ね。意味がある時もあるけど、何の意味もない時も多いって話。だから、そうやって真剣にああだこうだ討論してる人とか見ると、多分子供の頃にアマチュア無線とかやって世の中のこととか把握してないんだろうなみたいな、そういうふうに思います、見ててね。で、まあ、それはそれね、そういうことはあるって話なんですけど、なんだ、ちょっとお待ちください。左に遅いトラックがいて、なんかこう、なんとも言えないスピードで走ってるんで、車間距離を空けて他の車が抜かせるようには、
僕が車間距離を空けてます そういうことに気を配ってるんで ちょっとお待ちください。そういうことね、そういうことなんですよ。で その友達がね、なんかそういうこと書いて変なこと言われたって だからそうそう、だからそういうことないっすかみたいな、なんだろうみたいな人たちね。であと僕がすごい嫌なのが、なんか僕のチャンネルで心温まること書いてくれる方が結構いるんすけど、あぶはりさんとかももさんとかいろいろその他にもたくさんいるんですけど、なんか彼らは分かってんすよ僕のこと。彼らは僕のこと分かってる。僕なんか真剣に話すときもあるし、もうチャランポランなこと話すこともあるし、別になんていうの、真剣にこれがこうですよとかって言ってる気もないのも分かった上で、こうですよね、あですよねって書いてくれるんだけど、なんかその人のコメントに対して、その人とその人々のコメントに対して敵むき出しのコメント、なんかあなたを間違ってますみたいな書く人とかがいてっていうかみたいな、あなた場の空気も読めないんだから、まずコメントは控えましょうみたいな僕はそう思うんすよ。お願いだから、あのトラックアル USA のチャンネルたまたま見たコメントに対してコメントするのは控えようみたいな、分かってないんだからみたいな分かってないんだからみたいな。だけどインターネット YouTube の仕組み上、なんかその言わなきゃ気が済まない人たちってそうなんすよ、とりあえず書くんすよねなんかそれが世の中に貢献してると思って勘違いしてる人たち、僕もそれも嫌なんすよ。その我々は分かってる人同士でやり取りしてるのに、たまに僕もねこんなこと書いてもらってどうですよとかって言って、それをビデオのクリエイティブワークに生かすようにしたりしてるんですけど、そういう一元さんが乱すみたいな人がいたりとかして、それも嫌だったんですよ。もう嫌だなみたいな、あっていうか基本的にそういう人消してるんでだからももさんとかあぶまりさんは本人は見てないと思います。まあ昔は消してない時代はたまに出てて、なんだろうこの人は削除ってやってたんですけどお得意さんに対して失礼なみたいな。まあ多分ももさんとかあぶまりさんとかもう世の中のことを酸いも甘いも分かってるんで、別になんていうの、攻撃的なコメント書かれたぐらいじゃビクともしないと思うんですけど、雑草のように、あいますよねそういう人、はははみたいな、多分そういうすごい精神、鋼の精神を持っている人たちなんで、彼らは多分気にもしないと思う。だけど僕は気になるんですよ、逆にね、おーみたいな、お得意さんに対して失礼なみたいな、場の空気も読めないでみたいな、レストランオーナーみたいな感じ、なんか僕のラーメン屋に食べに来てくれてるももさんになんか文句言うみたいな、ちょっと違うか、例えがよくわかんないけどだから店主としてお客さんみたいな、もう帰ってみたいな、来ないでいいからうちにみたいな、そういう店主、僕はそういう店主です。お得意さんになんか迷惑かける人がいたら、うちの店にもう来ないでいいから、帰ってみたいな、お金いらないから帰って、そういう店主です僕は。そういうことなんですよ。ほんとね、困ったちゃうんすよだから、まあ、僕のちょっと寂しい点はそういう鋼の精神を持った方の温かいコメントが、まあ、今のところね、まあ、また復活するとは思うんですけど、いずれね何らかの形で、今ちょっと大概案を探ってるんで、まあ、それまではまあ、とりあえず心の平穏を取り戻そうと思ってね、言いたいことは言わせてもらいますけど、僕に文句のある人は何も言えませんよみたいなそういうとこじゃないって僕に文句ある人は自分でチャンネル作って自分のビデオの中で顔を出して文句言ってください。僕の店で文句は言わないでいいですみたいな、それいけ、人のうちの庭に来て文句にやめてくださいみたいなそういうことです。人のうちの庭に来て文句言うのはやめようみたいな、
そういう話。やば、左からトラック来てから車線変更できない。もうちょっと寄ろうよ右に。そういう話。寄りが弱いこのトラック。寄りなさいもっと右に。そういうことね。そういうことなんですよ。結構です、小銃と。しつこい。小銃と。僕がアメリカに来た理由の一つには、やっぱそういうのって、やっぱ日本、まあ日本、僕すごい日本好きで、日本の文化好きで、日本にいい人もたくさんいるけど、でも本当ね、うるさい人もやっぱアメリカより多いんですよ。なんか、こうしなさい、ああしなさいっていう人たち。もうだから何ていうの、アメリカとかで生活してるとやっぱり文化とか宗教とか違う人たちがたくさんいるから、ある程度だからやっぱりどうああしなさいこうしなさいっていう人はいるけど、もちろんもちろんいますよ。だけど割合少ないっすよ、割合少なめ。まあどう思ってるか知らないけど、とりあえず自分にね影響がなきゃ黙っとこうみたいな、そういう人が多いんすよ。だけどなんか YouTube のコメントとか見てると、特に日本系のチャンネルとかだとああだこうだとかみたいな、多くて、まあ別に人のチャンネルは僕はそんな見ないから別にいいんですけど、自分のとこを僕のチャンネルに来てなんかああだこうだっていうのを書く人たちがいて、もうそれを見てるだけで疲れるから、もう疲れることはやめようと思って、自分の人生信条に反するんですよそれって。だからそれをお伝えしております。人生信条に反する、もう嫌な人たちは構わない、無視するっていうのが僕の考え方なんで、こんな人のことをうだうだ考えてもしゃあないじゃんみたいな、それが僕の考え方なんですよ。だけど言わなきゃ気が済まない人たちがいるって話ね、世の中には。なぜか あなたに私何も迷惑かけてないじゃんみたいな、あなたのビデオがその存在だけが迷惑ですみたいな。多分そういうことだと思うんですけど、っていうか別に僕あなたのコンピューターの前にとか携帯スマホの前に行って僕のチャンネルを見なさいって強制してないんでみたいな、見ないでいいですみたいな、文句あんならみたいな文句あんなら見なきゃいいですみたいな、黙っててくださいみたいな、そういうことだけど、でもなんかそういう人たち見たいんでしょうね多分ね、見て文句言いたいんでしょうねみたいな、だからそれは結構見たきゃ見てくださいみたいな腹立ててください僕のコメントに、でももう言えませんよ一切みたいな、おじさんの攻撃、おじさんからの攻撃ねです、そういうことです。はあ、本当世の中って面白いですよね、なんだか。それがおじさんの意見ね、世の中って面白いなみたいな。でも多分僕思うけど、そういうことを書く人たちってなんか自分たちも言われてると思うんですよ、会社とかでどうのこうのとか親にどうのこうのみたいな。だから同じことを人にするっていうね、そういうあれだと思うんですよ。いじめの構図と一緒みたいな、かわいそうですよねかわいそうですよね絶対そう、間違いなく。だからそういうのを広めるのをストップします。なんかやっぱ YouTube とかって結局 YouTuber さんとかってやっぱお金ね稼ぐためにやってる人がほとんどだから、なんかビデオの中ではコメントお願いします、ライクお願いしますとかってやってるけど、結局それは遠回しにそうやってやってくれと見る人が増えて金儲けできるからやってくださいっていう、それが本音なんですよ。ただ本音を言うと角が立つから遠回しに言ってただけなんですよ、分かりましょうよみたいなそういう話。だから僕は
売り上げが下がっても自分の心情に反することはする気はないっすよって話。下がるは下がったでいいです別に、そういうもんなんでみたいな。そういうことです。いやでもね、友達の話笑っちゃったな。まあそういう話ね、そういうインターネット上の笑っちゃう話で、友達はその冷房の話もあるんだけど、あとなんだっけな、なんかね、あの友達札幌に住んでるんですけど、札幌の中で何の話だったかな、なんか忘れたけど、何かに関して何かの向きの話してたらしいんですよ。何かは南向きだ東向きだみたいな話で、なんか忘れたけど、友達がそれは南向きですよねみたいなコメントしたらしいんですよ。そしたらやっぱりコメント返信が来て想像できるでしょ、それは北向きですみたいなで、どう考えても南らしいんですよ。で友達もあれ、なんか自分言ったこと、なんか自分の勘違いで間違っちゃったこと言ったかなと思って、その返信来たから、なんかその調べたらしいんですよ、よーくね。だけどどう考えても南向きらしいんですよ。だからその北って言ってる人がどう考えても間違ってるらしいんですよ。だけどちょっと待ってくださいね、交差点あるんで注意、このスバルが出てきたらおじさんやばい、止まれません。この濃い色スバル、濃い色のスバル、森の色。なんだろうみたいなね、そう言ってた。でもまあ友達もそのコメント書くときに書き方としては、なんていうの、そうらしいっすよみたいな書き方、なんか絶対これは南行きですですとかじゃなくて、南向きだったと思いますよみたいな、そういう書き方なのに、なんか自分が正しいと思ってる人ってなんかもうすごい論調で書いてくるみたいなね、あなたは間違ってます北ですみたいな、っていうかみたいな、もうやめようよそういう発言はみたいな、あ南でしたっけ、僕北だと思いましたけどとか、そういう書き方ってあるじゃないですかね。ええ、南でしたっけ、僕北だと思いましたけどみたいな、そんなの分かるんすよ。だけどあなた間違ってます北ですみたいなだからそういう脳回路の人々、そういう脳回路の人々がいるんで、本当やだよね、インターネットで、インターネットって本当そういう人いるから、や困っちゃうよね、困った人いるからっていう話を友達と前したって話ね。どうですか皆さん、そういう嫌な経験したことないですか、インターネットやってて。だからそういうのがあるからもコメントはするのは嫌だっていう人たくさんいると思うんですよ、多分ほとんどの人はコメントしてないと思うんですよ、しない、まあ見るコメント読んだりとかはすると思うんだけど、僕みたく、あなんかまた変なこと言ってる人たちいるよとかって読んで、それを楽しんでる人たちはいると思うんですけどインターネット上で喧嘩してるよみたいな。だけどそういうことされちゃうからもう書かないっていう人って結構いると思うんですよ、書いてもそういう変な人いるからもう嫌だよねみたいな。どうですか皆さん、そんな感じ。だから本当ね、だから本当ももさんとかアブマハリさんは希少ですよ、希少な人々、そういうリスクを背負いながらも書いていくというこう今だからさっきも言いましたけど、鋼の精神を持ってか気にも留めてないと思うんですけど、あなた間違ってますって言われても、あなたおかしいですみたいな、あなた狂ってますほんとね、ありがたい、だからありがたいですよ、ほんと感謝してます、皆様には、そういう意味でね。だから筆を置いてちょっと休んでて休憩しててください、僕が何らかの形でそのコメントに関してある作戦を導き出すまでは筆休めしててください。心の中では思ってますんで、心の中では近所のマドンナ近所のマドンナを思うみたいな感じで考えておりますので、日々
良い思い出で止めときますみたいな、変な人が横から出てきてうじうじ言うのを見て、うーともう思いたくないんで。そんな感じです、はい、ということでもう目的地ちょっと近いんで、着いちゃったらそこまでということで、はい、一応そういうビデオです、おじさんの心の内を、残しておきます。おじさんビデオとしてね、構わないっていう構わない、見たくもないって話やめましょう。人にあれこれ指図するのは、本当ね、でも人って不思議ですよね自分に何の影響もないのに腹立たす人たちって世の中いるんですよね。なぜかね、何の影響もないのに自分に。まあでも車の世界はちょっと分かりますけどね。その友達話ちょっとまた戻るんですけど、なんか友達が思い出した、これ新しい話だと思う。新車買ったんですよ、確かというか買ったんですよ。で、自分で運転してるでしょ、だからオーナーとして感じたことを書いたらしいんですよ、いいとこ悪いとこね。でそれも別にこれのメーカーのこの車は悪いですが、そういう短絡的なことじゃなくて、自分は運転してますと、で運転した結果としてこう思いました、ここに関してはこう思いました、ここに関してはこう思いましたみたいな、でただ書いたらしいんですよ。そしたらなんかなんだっけな、あなたは間違ってますあなたは車のこと分かってませんみたいな、なんかそんなこと書かれたって言ってているよねみたいな、また同じ話に戻るんですけど、なんか僕とかだったら別にそういう車のコメントとか見てもありがたいじゃないですか。逆にそのなんていうの、本当に運転してる人のその人が感じることを書いてるわけだから、感じ方って人それぞれ違うから、 A さんはそう感じるだろうし、ね、B さんは感じない場合もあるだろうし、 C さんはまた別な風に感じるかもしれないし、ただその人のね、その人が車そのある車種を運転してこう思ったっていうのを書いてて、ああなるほどねみたいな役に立つじゃないですか、いろんな情報として。だけど多分そうやってなんか敵対心のあるような回答とか返信する人って多分自分が攻撃されてると思い込んじゃうんでしょうね。なんかそういう村意識みたいな、自分は多分自分も同じ車所有してるかなんかよくわかんないですけど、でなんか自分が悪く言われてるみたいな、要するに。ちょっと待ってください、またあの赤い車に注意。なんか別に何も悪く言ってなくて、そう思いますって言ってるだけの話なんだけど、友達は。だけどなんかちょっとでもなんかわかんないけど、このトランスミッションの入りが悪いですみたいなこと書くと、あなたはシフトチェンジの仕方分かってませんみたいな、なんかそういうこと、要するにそう、わかんないじゃんみたいな、もしかしたら不良のトランスミッション入ってだけかもしれないじゃんみたいな。だけどそういうことを考えずにそうやって言う人たちって自分がなんか攻撃されてると思い込んじゃうんでしょうね、多分そうだと思う。だからそうやってすぐ返信しちゃう、過敏な人たち多いなと思って。だけど懲りずに書いてる友達は偉いな最近は書いてるかどうかよく分かんないけど、まあそれは昔の話らしいんで、笑っちゃいますよね、本当。冷房の話から始まって、その車の話ね。特に車系のチャンネルはそういう人が多い気しますよね。なんか自分の好きなメーカーの車が悪く言われたら腹立てるみたいな。僕なんかインターナショナルのトラック乗ってるけど、別に他の人がああだこうだ言っても別に何も思わないですよ。それはその人それぞれだから別にいいじゃんみたいな。インターナショナルトラックがかっこ悪い、遅え、壊れるって言われても、いやそういう風に感じる人はいるでしょうねみたいな、別にみたいな。どこのトラックも壊れるからって分かってる人は分かるんですよ。壊れないトラックなんかないですからみたいな、はっきり言って。だから自分が乗ってて自分が好きだから、それはそれでいいじゃないですか別に。それだけなんですよ僕が思うのは。自分が乗ってて好きだなら好きでいいし、
自分が乗って好きなトラックだけで壊れれば壊れる時もあるしみたいな、それだけの話なのに、なんかそうやってなんつうんですかね、なんか物にのめり込みすぎるみたいな、だからあんまり僕そういう興味ないんですよ。トラックアメリカントラックの世界もここのメーカーいいとか悪いとかああだこうだってやっぱそういう人多いんだけど、僕全くそういう話興味ないんですよ実は。興味ないです一切。自分がどう思うか、人がだから興味あるのは自分がそのトラックのトラックがどうかっていうのを考えるには興味あるけど、人がこのメーカーはいい悪いっていうのに全く興味ない。なぜかというと全く意味がないから。環境も違うしトラックの種類も違うし、壊れる壊れないに関してはもう本当にもう個体差だし、あと見た目がいい悪い、色がいい悪いとかっていうのをうじゃうじゃう人たちもいるんだけど、それはもうそのサブジェクティブマターだから、もうどうねえ、ある人は赤色が好きで、ある人は青色が好きって話だから、いいとか悪いって話じゃないじゃないですか。だけどその色のトラックはかっこ悪いとか、まあ、かっこ悪いって言ってのはいいんですよ、その人がそう思うだけだからいいんだけど、僕はこの色が好きですって言えばいいじゃんみたいな、こっちの色はかっこ悪いってあなたがそう思ってるだけであって、その逆の人もいるんで、いちいち言わないの分かってますみたいな、だからそういうくだらないこと言う人たちがいるんで、どうでもいいじゃんみたいな、と思っちゃうんすよ正直どうでもいいじゃんみたいな、でもなんかそういうふうに思っちゃうんでしょうね。興味ないです一切。人のこと考えてもしょうがないって、それがおじさんの来た、タンカープライムタンカー珍しく来ましたよ。人のことはどうでもいい、そういう姿勢を持ちましょうみたいな、自分のことを中心に考えましょうみたいな。しかしね、そうだから人間って変わってないよな、変われないんだよなっていうのがおじさんの現状の結論ね。中学生で、おじさんは中学生の時に今インターネットでそうやってうじゃうじゃいう人たちを見てきてるんで、40年前からなんか何の驚きもないけど、もう見たくもないからやめますって話ね。アマチュア無線をやめたのと同じ理由もうアマチュア無線を聞くのも疲れたからもうやめようみたいな、それと同じ理由です。もういいですみたいな、勝手にやっててくださいみたいな、そういう人たちはうるさ、しつこいしつこいっすよ、ねっちょりいきますおじさんなんで。あとなんだっけな、その話でなんかもうちょっと話したいことあったんだよな、なんか忘れちゃったな。っていうかね、この同じような話題は実はね何ヶ月か前に一回撮ってんすよビデオで、それでどうするか考えてて、まあちょっと忘れててずっとそのまま来たんですけど、なんかもうたまたまなんか開始したんで、新しい運用方法ね。あ、そうそう、それ思い出した。よく CB やんないんですか、無線やんないんですかっていうのも前ちょっとコメントで見たことあるんですけど、それも同じ理由、もうねアマチュア無線の時と一緒で、アメリカの CB もそうなんだけども、トラッシュトークしてる人たちがいて、もうね聞くだけで嫌なんですよ。脳細胞が死滅します、 IQ 下がります、聞いてるだけでまあもちろん意味のあることに使ってる人たちもいるから、必要な時だけオンにして使うっていうので持つのはいいと思うんですよ。だけど常にオンにしてたら、もうほんとそのトラッシュトークね、もうはぁみたいな、僕が中学生ぐらいの時40年前に聞いた同じ、全く同じで、それが彼らのエンターテインメントなんですよ。だもっとなんていうの、賢い会話してる人ならいいけども、まあ、単なるトラッシュトークね。ああだこうだ、それが聞こえてきちゃうんですよ CB やると。だからやってないです、やる気ないですみたいな。まあ、たださっき話した通り、たまにお客様によっては CB でチェックインしてくださいっていうところがあるんで、ポータブルのね
買ってチェックインするときだけオンにして、あ、ただいまスケール面乗りましたとか、そういう風に使うのはいいかなと思って、ハンディー機みたいのは買いたいなって昔思ったことなんですけど、でもほとんど需要使う機会ないんで、だいたい電話でもできるんで最近持ってないんですけど、それが理由ね。やってもしゃあない、うん、IQ 下がりますみたいなそれがおじさんの意見。それがおじさんの意見です。だからアメリカでアマチュアやってるけど、まあ今はほとんどやってないけど仕事の関係で CW しかやんないな、それなんですよ、モールスだけ。モールスやってる人はやっぱりそういうトラッシュトークする人いないんですよ。やっぱ純にアマチュア無線を楽しんでる、科学を楽しんでる人たちが多い。リグ作ってどうのこうのとか、アンテナ自分で作ってどうのこうのとかみたいな、あとはモールスが上手くなるように練習してますとか、そういうアマチュア無線を本来、古来の本来のやり方を楽しんでる人が多いんですよ。だけどやっぱ話になっちゃうと、なんかただ便利なものだみたいな感じで、もう無面で使ってトラッシュトークする人たちがやっぱりいるんだよ、アメリカもね。アマチュア関わりたくないって話、関わんないためにやんないしか方法がないってそういうことなんですよ関わりたくないっていう。まあモールスの世界ももしかしたらトラッシュトークしてるベテランさんとかいるかもしれないですけどね。もっとなんか今80歳ぐらいの退役軍人さんで、80歳ぐらい退役軍人さんの無線班、昔無線班に属してましたみたいな人たちで、だからすっごい政治の話とかトラッシュトークをモールスでできるぐらいの能力を持ち合わせてる人たちね。そういう人たちはいると思う、多分。だけどそういう人たちのモールスは早すぎておじさんには解読できないですみたいな、それ系。そういう希少な人はいると思う、少しまだ生き残ってると思うんですけど、だけどほとんどいないと思う、うん、おじさんが知る限りはほとんどそういうね真っ当な人が多いです、モールスの世界は、うん、だからモールスをやってるって話ね。です。どうですか、絶対でもいると思うけどな、僕が言ってるの分かる人、無線やっててもそういう変な人いるかいるかがいるから、もう嫌になってやめたなんて人ね、あ、絶対いると思う。いないわけがない、もう関わりたくないからやめようみたいな。だけど本当今の時代もう携帯電話とかも安く話せるんだから、無線でそういうトラッシュトークするのやめてほしいですけどね。今はもうカンファレンスコールとかできるじゃないですか、電話でも3人でも4人でも話せるじゃないですかね。え、あとはその通信アップみたいのでも複数で話せるでしょ、あれ多分最近は。それでやってればいいのに、無線でそういうのを垂れ流すから困ったものなんですね。困ったちゃんなんですよ。ほんとね。まあ便利だからってことだと思うんですけどね。マイク握って押せば全員にブロードキャスティングできるんで、バーってね。あ、出てきた。これです。今日はここまで。今日ここで休憩します。なぜかというと、これより先行くとカンザスシティとかの方に行くんですけど、セイントジョセフとかあっち行くとトラックストップが汚くて狭くて混んでて、トラックも多くてなんか平穏じゃないんですよ、あんまり。だからここはね、シラキュースって言ったかな、ちょっと手前なんですけど、ここで止まっとけばトラックストップ悪くない。ここでまた夜になってほとんど人がいなくなってから出発すれば、あと350マイルなんで6時間で着くんで、お客様のところ夜の9時ぐらいに出れば朝の3時ぐらいに着くんで、夜の9時ぐらいに出ようかなと思ってます。その避ける、都会をわざわざ混んでる時に運転する必要性ないんで避けようとしてます。悪いことは無視するって関わんないで済むことは関わんないようにするっていうね、おじさんのポリシー、人生論。関わんなくていい変なことに関わんないようにするっていう。運転も一緒です。 YouTube も一緒、関わりたくないことは関わんないようにするっていう。それが大事ですよ、ストレスを減らすためには。関わんないようにしようみたいな、そういうアイディア、おじさんの。
よいしょと。オッケー、やば、線はここ、大丈夫か、いけるか、いけたね、空いてるんですよ、ここ空いてて広くて、まあ広くはないけど空いてるから、そのゴミゴミしてなくていいんですよ。あ、今日のソースソーセージ焼いて食べよう。ラブズ。ラブズはオーナーさんがラブさんって人なんですよ、確か。だからラブズ。苗字です。人の名前。いいとこ空いてないかな。もしいいとこ空いてたら燃料は入れずに先に駐車しようと考えております。あ、ここいいな、いいとこ空いてる。一番角、うん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 、ちょっと奥も見て、プライムいたんで奥も見て、すごい空いてるでしょ、だから気に入ってんですよ。ほら、いた、プライム。新しいプライムいました。あ、ここもいいな。どうしようかな。ああ。だけど、向こうの方がいいかな。向こうに止めようとしてます。なぜかというと、ガススタが近いから。止めます。
疲れ様です。さっきのとこ止めようとしたんですけど、僕の隣に茶こ入れするときに当てられる可能性が高い、ここより。だからこっちに来ました。ここだとまっすぐ出てバックで入れる、まあ、あるいは頭から入れるしか方法がないんで当てられる可能性低い。向こうはこう出てこう、こういう風な動きが必要になる、こういう動き。だからその時に夜暗い時とか狭くてガシャってやられる可能性がここより高いんで、こっちに来ました。こっちの方が安全、うん、当てられたりしてね、これでね、そういうことです。はい、ということでお付き合いありがとうございました。今日も安全なところを見つけたんで、嫌なことが起こんないように無視するっていうおじさんの人生哲学、関わんないでいいこととは関わんないようにするっていうね、悪いこととは。はい、ということで、それの現れ、高校の駐車もね、ちょっと傾いてますけどね、あっちの方が平らだった。ただ悪くないです。はい、心平穏に過ごせます、ここだと。うん、そういう感じ。コメントがオフと同じような感じ心平穏にはい、ということでお付き合いありがとうございました。失礼します。さようなら。はい。